もっと生放送やってましたし、ね、そうだよね。やっぱ3人の長ちょっと長男、小学校高学年ぐらいになってから家族がもうなんかもうバラバラになって、え、なんでなんで、ある日突然父がイエスって撮ったの。高校の頃本当に目に行ってたけど、ええ高校生の頃からホストです。芸人になるって小学校ぐらいからずっと、あ、芸人になる前からなんかやっとかないといけないな。たまたま大阪でホストグラブになった番組で、俺だーって高校卒業するまでにナンバーワンホストになれなかったら芸人なんか飽きちゃったよ。なるほど、なったんだ、なったんだ。バンバンバンの YouTube です。この DB 芸人とお話がしたい、先週に引き続きスタジオ門田君にいろいろお話を伺っていきます。こんにちは、スタジオ門田です。よろしくお願いします。お扱いづらい。で、東京でもやれるんじゃないか。あ、うん、で、東京出まして、うんうん、で、東京でやったんですけど、東京ではもう、あの、本当に文化が違うんですよ。ホストクラブのことも、もう真逆。なるほど、なるほど、笑いじゃダメだ。もう、うわぁ、門田くん、面白いわ、東京でこんな面白いホスト初めて、また店来るから、今度ヘルプで一緒に飲もうね。本指名が、本指名になるんですよ。でもさ、横に座ってた何にも喋らへんイケメンで、ずっとこうしてるやつがジョ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 。まあそうか、東京はそうあるか。なるほど、ね、東京に来た時もあの初めてやっぱ大阪と東京のホストが違うっていうのをやっぱ元から知ってたんで、うん、どんぐらい違うかとか全く分からなかったんですけど、うん、体験入店っていうホストクラブ独自の、うんまあ、1日やってみるみたいなのがあって、うん、こう入っ東京来た時に何店舗か行ったんですよ、うん、体験入店、うん、でパッて座った時に、君大阪でもホストやってたんだ、大阪でナンバーワンだったんだ、じゃあそれなりにホストできるかもね、僕この店のナンバーワンだからよろしく、よかったら僕のヘルプにつかせてあげる君みたいな、なんかもううわっザホストやなこの人は、ね、みたいな、なんか大阪でそんななんかこういうやつってキッショーってみたいな言われるキッショーっていうイメージ、キッショーって何それすかしてうぃーみたいな、もう大阪でそんなホストったらいじられていじられてキッショーうぃ何それみたいな、もうもうクルミネット使えやるってみんなにもう何やキッショーいいよキッショーいいみたいな言われるので育ってたから、でそのナンバーワンさんのヘルプに初めて使わせてもらった時に、うん、ナンバーワンさんのなんかお客さんがいて、みゆきちゃんさ最近僕に連絡くれなかったよね、うん、僕うさぎ年だから寂しくて心配しそうだったよみたいな言ったんですよ、うん、で僕はもう大阪でしかホストやったから、うん、もう笑いもう担当がボケたら突っ込んで、うん、もう笑い取って飲んでみたいな、はいはい、当たり前だったんで、はいはい、大阪のホストナンバーワン近見せどころや、いやナンバーワンそんなんでナンバーワンなれるんやったら僕牛年なんですぐ怒りますよもうみたいな感じで天国で行ったら二人ともポカうわおいお前こいつなんかそのナンバーワンの右腕できないですおい来いこいつヘルプいらんからもうキャッチ連れてってこいよみたいな感じで速攻外にキャッチ連れて行かれそうだな、でそのなんかやつがお前、ヘルプ全然できひんみたいだから俺がキャッチの仕方を教えたらみたいな感じでいいか、俺から今からやるキャッチお前見とけよみたいな感じでめっちゃ生きてたやつがお姉さん、落としましたよみたいな感じでえ何もって私何も落としないですよ、僕と出会えるチャンスあー、キザですねで、女の人もはあ、まあまあなんだろうね、で、そのホストがクッとこう回ってじゃあ、門田くん、今のやってみよう無理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 はずいはずいはずいキシャ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 キ体が合わないもんねもうキシャキシャキシャキやってないからいや、
どうやったの、どうなの、それ。いやいや、やらなかったの、本当にもうサブーと思って東京のホストでは、そのいい成績を上げれたんですか。いや、まあ、それなりにはですかね。で、僕が結局東京のホストやったのも、大阪から移転してきた大阪人ばっかり集まってる大阪のノリの結局東京のホストやったんです。そんな県人会みたいなのがあるわけ。いや、その大阪からだからその新東京進出みたいな、大阪で一番有名だったホストクラブが気合いつけか。あの頃だからホストの番組バンバンやってた時なんかなんで、僕も結構映ってたりするんですよ。そうなんですけど、だから大阪のキャッチとかってもうあのカウカウさんのあのギャグとかそういうパクったりとかして、はい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 、通行止めとか、女の子がクスって笑ったらもうこっちはもうやりて、うわーってシャリ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 もう手が笑いだ。そうだからこうキャッチしてても女の子とかもうキャッチとか慣れてるから、まあ、ちょっと邪魔するでみたいな感じで言ったら、邪魔するやったら帰って、はいよーみたいな、ちょい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 みたいな、ホストとかね。でそっから、いやお兄ちゃんノリいいねみたいな感じで、どこの店、あじゃあ飲みに行くわみたいな、そういう環境で育てたから、もう東京のホストがもう合わなくて合わなくて、そうだよな。いくつまでホストやったんですか、結局。ホストをちゃんと現役までやってたのは23、4ぐらいまでですかね。年齢者入ったんですよ。年齢入ったのは、20歳の時。あ、じゃあその時はホストも継続しながら、しながらですね、バイトとして、はい、あで吉本入ってどうだったんですか、自分的にその大阪で和芸を鍛えてきたわけじゃないですか。だから、やっぱりね、喋りって人間だから喋るから一個だと思うじゃないですか、その喋るっていうこと、一個の動作だと思うじゃないですか。違うなって思いました。おお、どうどう。ホストはホストのトークとホストの間とホストのボケ方があって、芸人には芸人のしゃべり、芸人の間、芸人の相づちとかがやっぱり存在するし、で YouTube には YouTube の間と YouTube のしゃべりがあるから、例えば YouTuber の人とかでも「ああ何々の芸人面白くないわ」みたいなとか、なんかその言ったりしてる人いるけど、でも結局その YouTuber の芸人のこのひな壇とか座った時に、結局テレビとか見てても結局大きいものになってたりとかしていて、その YouTube、 それは自分のチャンネルで自分の好きな人見て自分が言いたいこと言ってそれ共感してくれる、それはそれはあなたのしゃべりはそこのチャンネルではそれは別に面白いです。あれ、ヒカルさんに文句言ったのかな。ヒカルさんが文句言ったんです。いや、違う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 、そうです、実はあの中堅芸人、中堅芸人、中堅芸人、ゴリゴリの若手、ゴリゴリの若手、ゴリゴリの若手。いやだから本当にだから自分がいつも通り受ける間、受けるそのとかで喋ってるけど、やっぱ未だにだからね、アンさん、門田が喋り出すとなんか空気が変わるとか、なんかそういうやっぱりホストのやっぱもうそれが染みついてるの、人生半分ぐらいホストクラブで働いてるから、やっぱり一番高んな時期に入ってるもんな、吸収するとか。そうですね、だからもうそれしかできないというか、もう何そ、いやそれが悪いなっていうのは分かってるんですよ、芸人の間じゃないし、そのホストクラブってやっぱ BGM ぐんぐん流れ、なんでかっていうとやっぱりあっちの声とか聞こえちゃいけないんですよ、ホストクラブ。やっぱここ違うテーブルの愛してるよ、うんうん、あんた愛してるってあっちの席で言ってたでしょみたいな、なっちゃう、狭い範囲で浮気してるわけだ、狭い範囲で、狭い、そういう色を打ったりとかする仕事でもありますしね、ガンガンなってるからやっぱ大きい声で自分が喋るときはあっみたいな感じで一回こう、はい、自分に注目集めてからじゃないとやっぱみんなあのなんてなんてみたいな、なっちゃうんですよ、うん、だからやっぱその喋りがやっぱ抜けないという、一回流れを止めてから行かなきゃ、一回流れ止めちゃうんですよね、だからその癖というか、これが直そう直そうと思ってもやっぱ直らないんで、やっぱ未だにその今仲いいのが天使の向井さん、うん、これ見たコーデさん、ある藤本さんとかその、うん、ドラゴンボール芸人の先輩たちなんですけど、やっぱりパッとなんかみんなで喋ってても僕がやっぱ流れ止めて、いや流れ止めてまでそんなこと言うみたいな、よく見るじゃないですか、よく見るよく見る、だからそれがやっぱりもうホストクラブのトークのだから
た全くいらんかった技術やなっていうところに、結構ここだから4、5年ぐらいでやっと気づいたんですから、ね、気づいただけ良かったよね。まあまあね、そこ分かんないままさ、ズルズル行く人もいるからね。だから最初の頃、何言ったのこいつだろ待って、何そこのトークでいくら稼いでたと思ってんの、ね、みたいな、いや、お前らそのペーペーが何を言うのこいつらみたいな、ほんと気持ちだったんです最初の頃はね、もちろん、はい、何期生だっけ。13期生あ、同期か。はい、ケンちゃん。なんか僕はむちゃくちゃ嫌われてましたもんね。スタジオ角だって変なやつやみたいな。それはそうでしたね。そう、だからやっぱりなんか鬱陶しがられては正直言った。鬱陶しがられるんですよ。なんでかっていうと、やっぱホストのにしか分かんないので、まあ、みんなそうね、内向的だもんな、芸人って結局。そうそうそう、で暗いしな。あとホストって、なんで、僕もうグイ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 、あの、うんうん、もう土足でもう、うんうん、もう先輩だろうって思ってたのに、うまい、いや、飲んでし、なんかこう入っていくんですけど、うん、それはなんでかっていうと、やっぱホストクラブって、いや、初回のお客さん来ました、うん、もうこの一瞬で、一瞬で心掴んで、連絡先交換して、また来るわってならないと、だから普通に飲んで、うん、あ、はじめまして、あ、そうなんですね、お酒ですけど。あー、いいですね。あ、じゃあ、またね。二度と来ないですか、ね、そうだね。まあまあ、確かに。二度と来ないですか、ね、そんな人は。やっぱ、もうガッて掴んで、もういきなり入ってて、いや、お前、え、最近セックスいつしたみたいなと、もう本当にもう、ぐいぐい、ぐいぐい。距離感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 。近い、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 近い。っていうのでも、だからそれにやっぱ近く行って、あー、なんか本当地元の友達と喋ってる感がするわって思う。壊せないとやっぱ通ってもらえないな。るほどね。あ、そのトークの癖が芸人になってます。そう、芸人はでもだから、まあ、NSC の時は特にそうでしたね、うん、だからもちろん礼儀は当たり調子にあるんで、うん、あ、おはようございます、加藤田ですぐらいで、もう最初の挨拶終わったらもう、はい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 、いや、それはやっぱり嫌だと思う。いや、ちょっと待って、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 やっぱ構える、構える、うん、嫌われてたと思いますね。嫌われたの、はい、はっきりと。ご視聴ありがとうございます、チャンネル登録、いいね、コメントなどどんどんお願いします。やらないと殺しますよ。ひぇー。